焼き物がたくさん、八千文通り。熱中してることとかって睡魔出づらいじゃないですか。いやー、どこですか、ね、ここはですね、沖縄の国際通りから本当に1本外れたぐらいのところにあるこの坪屋通りというかね、僕の大好きな焼き物がたくさん、たくさん売ってある八千文通り。これ国際通りはここで、現在地ここで。これずっとこう、坪屋横丁というかですね、あるわけですよ。ゴールがマクドナルドっていう。あ、そうです、そうです。マクドナルド。赤色のいい色してますけどね、これ。まあ、ちょっと歴史的な観光も踏まえてですね、今日は下田さんに、そういう面も含めてご案内を、この道をしようかな。なかなかね、国際通りの横なんだけど、こう行く機会がね、受講生の方と合宿とかでなかなか国際通りは行くんだけど、まあこの人数だからこそ行けるかなという。すごい楽しそう。はい、行きましょう行きましょう。こんな感じで坪屋通りというか八千文通り行ってきます。よし。まあシーサーさんから入ってドッキリもあるんだけど、沖縄の陶器っていう、まあ、流派が結構あって、はい、でまあ大峰さんのやつもあるかなと、僕が好みのやつ、陶芸家とかもいらっしゃって、まあ、それが置いてあるお店とかに行きたいなと思うんですけど、まあ、金城さんとかが見たら、僕まあコーヒーとか結構飲んだりするんで、事務所とかでこの陶器で飲み物を飲むためにずっと使ってるもんね、僕、沖縄で。はい。10年ぐらい使ってます、同じやつ。で、丈夫なんですよね。だからずっと使えるっていうので、で、まあ、それも気に入ってるんですけど、本当に15、6年前ぐらいに来た時に欲しかったのがあって、それが未だ忘れられずに探してるっていう感じ。今はまあ僕がちょっと持ったコップとか2200円とかなんですけど、あれ本州で買うと4000円とか5000円とかしたりっていうの割とあるんですよ。でも2200円であれだったらすごく費用対効果高いと思うんですよね。まあなので沖縄に来た時っていうのはいつもこう陶器がやっぱり気になっちゃって、本当に値段全然違う、倍以上違うとか5倍ぐらい取ったりとか。あ、見ました、ヒカリエで出てる。あ、ヒカリエで出てるやつ。7000円とか1万円。そうそう、もう 3,4 倍は普通ザラにあるっていう。ブルー綺麗ですよね。あ、目当てのブルーではないんですけど、こういうグラデーションとかがあって、すごくないですか。海ですよね。これで2700円。これ全然、あ、ペアとかっていうのも見てもちょっとめっちゃ良くないですか、うん、スーパーカップです。あ、違う、スープカップだった。ちょっとそれごめんなさい、アイスめっちゃ見てるスープカップって書いてましたやっぱりなんか青色なんか顔ちっちゃう。あ、いや、そういうことはなくて、多分そう、あんまり青じゃなくて茶色とか、それこそ赤とか、レンガ調みたいなのが多いと思うんですけど、目をすごく引く青色が出てきたっていう感じですかね。もともとは大峰さんが作ったと思うんですけど、みんなこぞってその青が綺麗だ。あ、どうしました特別なんだろう、わけわかんない、そこがツボ屋だけに発動しちゃってるから。あ、ブクブク、まあ、どういうことですか、いっぱい食べてブクブク取れるよと。そういう僕聞かれた宮手の大峰さんのが全然やっぱないな。宮手のやつ作家さんがいるんですよ。ここはここで本当にオリジナリティある作家さんで、脚色とかも他のところにはない。色合いの使い方とか作り方をしてるんですけど、僕の目当てじゃない。さっきの作家さん。なんかまあその目当てとは言ってるものなんですけど、やっぱ綺麗なんで惹かれますよね。いい形があったら買いたいなって思うぐらい。やっぱ形がちょっと似たような形が多くなってきて、あとワイドサイズで。こう飲めるやつがいいんです。500ミリリットルみたいな入る、うん。なかなかでもそれを作るのってこう一個のこう土が多くなる。なかなか難しいっぽい。さまざま回りましたけど、
今日はお目当てのものがありませんでした。すいません。明日こそ。そうですね、明日はあのヤチムンの焼いている里の、ヤチムンの里っていうところに行きますので、そこは確実にあるはずなんで、ちょっとそこでリベンジマッチを、そうですね、したいと思います。お付き合いいただきました。下田さんが、はいはい、まあ陶器買ったりとかっていうのも、そんなのお金使ってみたいな言われる時あるんですけど、沼って重要だと思っててですね、まあやっぱり熱中してることとかって睡魔出づらいじゃないですか、睡眠の話でいうと。で、何でも興味持ってると、例えばレストランで出てくる器とかも、それがすごい興味が出て、なんか眠たいような会合とかだったとしても器に興味があって、器がすごいなって思って眠気が飛ぶとか、いや実際これある話なんですよね。こんなにすごいお店がたくさん並んでるっていうことは、やっぱりみんな人生かけて器作ったりとか、まあカトラリーとかだったり作ったりってあると思うんで、まあだから高がとかじゃなくて、こう一個のものっていうのをすごく大切に見ていくっていいことだと思うんですけどね。そうですね。まあ明日合流するリオさんとかも、どれだけ人生で沼を作れるかっていうのが大事だって言ってます。うん、僕それすごい思うんですよ。やっぱ沼が何十個もある人生って、それは豊かな人生っていうことじゃないか。陶器ね。時間が必要です。見てて楽しくなかった。水色が良かったです。水色すごい綺麗です。はい、水色気に入りました。明日もっと綺麗な水色ちょっとお披露目に、ペルシャブルーっていうのを持ってできると思う。沖縄なのに。そうです。沖縄なのにペルシャブルー。はい。沖縄ブルーじゃないですね。そうです、ペルシャブルー。沖縄ブルー。あ、すごい。これ取れちゃう。あ、取れない。すごいです。これすごいです。割れてないよ。割れてるやつつけてるのは分かるんですけど。割れてないのつけてる。まあそんな感じですよね。だから熱中できるものっていうのが本当に、今僕マンホールの柄一つ取っても結構僕楽しいなって思えたりするんで、まあ僕は日中睡魔出ないっていうのはそんなもあるかもしれないです。いろんなことに興味を持って。そうです、まあ、お昼時ですし寝ていきましょうか。最後までご覧いただき誠にありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。